その右で IWGP 女子初代王者決定トーナメント準決勝です。カイリー VS アルファフィーメルで踏ん張っています。カイリーでこの2人なんですが、9年1ヶ月ぶりのシングルマッチです。だからそのまさにスタートかわす、これはやっ、そしてこれライディング D の体勢となったか、飛ぶかキャッチした、キャッチ、リングの一番硬い部分叩きつけて、そう経験してもいます。ヘッジ、いやニヤリと笑ってアダーさん、そうですね、ここでキルハンギングツリー、ああカイリーをさらにその後の攻撃がある。でもこれ福山選手腕とらとか足で踏みとどまりました。さらにいやホイップ選手の攻撃はもうほとんどドロップキックだけです。とか、まあ雑さというかですね、はい、そういうものが逆に相手に対するダメージっぽくなりますよね。ちょっとこうイレギュラーなわけですね。そうです、力任せなところがありますから。あ、カイリーの表情もしかし変わりました。ファイト、戦いをくれというアルファのメッセージ背景があります。ですから優勝というのは何回か戦いを経て、さあ胸板、うわー魚崎、ということになるんでしょうかね。ブレンマスターない戦いを見せろ、ファイト、カフィーベル、白いベルトにチャレンジはなりませんでした。スピアー、その悔しさもあるのかもしれないですね。だからどうする、肘で団体でやってたいますね。一つマリンスパイク、まだここまでだと単発でしょうか。右腕、あ、そしてこれです、アルファチョーク、アルファイメール、ドミネーターとなるとこれ金具が目の前です。カットラス、ここもタイムラグができた。さあカイリーのイン